やーい、やーい、インポやろ。キャハハ、単勝ふにゃちんおじさん、ダッサ。僕は、インポじゃないのだ。元気ビンビンなのだ、デカチンなのだ。僕に抱かれた女の子は、みんな、泣いて喜ぶのだ。あう、うぐ、うぐ、嘘じゃないのだ。あら、ずんちゃん、どうしたの？ぐすん、お母さん。わあ、お母さん。僕は嘘をついたのだ。本当は、40歳になった頃から、ちんちんがほとんど立たなくなったのだ。一人でするなら、1週間に1回くらいは、なんとか立たせられるけど、本物の女の子の前だと、まるでダメなのだ。ふにゃふにゃの極みなのだ。もう、風俗に行くのが怖いのだ。女の子がみんな、僕のことをバカにしてるのがわかるのだ。でも、性欲はあるのだ。底なしにあるのだ。僕はニャンニャンがしたいのだ。ワンワンもしたいのだ。若い頃に全然できなかった分、今、いっぱいしたいのだ。でも、チンチンが立たないのだ。わーん、辛いのだ、苦しいのだ。ずんちゃん、私は幼稚園児のように泣きじゃくる、中年の息子に、何と声をかけてあげればいいか、わかりませんでした。皆さんがこの子の母親なら、どうしますか？今度、ヤフー知恵袋で質問してみたいと思います。